え皆さん、こんにちは。サッカーの本田健です。えー、時間になりましたので、Facebook ライブを始めたいと思います。まず、これがちゃんと接続できてるかっていう確認なんですけど、えー、皆さん、どこからこれをご覧になっているのか見れてたら教えてください。あ、大丈夫そうかな。はい。えー、ではですね、今日もいろんな話をしていきたいというふうに思いますが、えー、今ですね、ちょうどまた え前回の動画から、えー、まだでも数日ですけども、えー、皆さん、えー、それぞれ引きこもりましょうということをお話をしましたが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、僕は家族でですね、森の中に、えー、今ゆっくりしててで、そして、まあ、これからですね、2、3週間はゆったり構えようというふうに思ってたんですが、えー、いよいよ緊迫してるっていうのと、えー、皆さんも多分テレビ等でご覧になってると思いますけど、 東京周辺のスーパーが大パニックになっているというのを見まして、あ、これはまずいな。もう一回、最後にですね、ロックダウン前にお話しとかなくちゃいけないなというふうに思って、この Facebook ライブを今日決めました。なので、これをですね、後で YouTube でご覧になる方も多いんじゃないかなと思いますが、話を進めていきたいというふうに思います。皆さんいろんなところから見てくださってありがとうございます。今日ですね、皆さんも多分、 ご覧になったかもしれませんが、え、安倍首相の会見がありまして、え、はっきりしたことを言うのかなと思ったんですけど、まだ準備ができてないようで、え、あんまり、え、大した情は、え、なかったので、え、表紙抜けしたんですが、けれども、え、危機意識はですね、しっかり共有されてたので、ちょっとそこは安心しました。え、日本では、え、100人を超える感染者が今出ていて、東京で今日63人、そして千葉のも47人新しく見つかったってことなので、えー、ほぼ今日は間違いなく100人また超えてくると思います。 アメリカではですね、確か僕がこういった動画を始めたときは147人とかそんな200人弱だったと思うんですけども、今さっきジョン・ホプキンス大学のので見た時には104,837人になってました。ニュースをご覧になっている方は、えー、死体置き場をですね、わざわざ建設してるっていうのもご覧になったと思います。1000人収容の死体置き場、遺体置き場を建設しなくちゃいけないぐらい、 え、もう逼迫しているということです。え、ニューヨークは東京の、え、2週間後、3週間後である可能性があります。え、ニューヨークもですね、2週間後には、2週間前はそんなに慌ててなかったんです。え、そういう意味では、ここからですね、どうなるのか。え、いよいよ、本当に、え、師匠も言われてましたけども、説業に来たという感じがします。え、まあ、ずっと世界のデータを見てますけど、え、これはもう間違いなくオーバーシュート、そして感染爆発の直前に今、え、来ていて、え、そしてですね、 えーも、もう、なんとかしなくちゃいけない状態なんですが、まあ、いろんな法律の縛りがあって、今すぐは動けないということなんじゃないかと思います。そして、小池都知事の発言の後、あんだけのニパニックを起こしたっていうことを考えると、えー、そういうことを匂わせてもいけないということで、今日は非常に穏やかな、できるだけそういう危険なキーワードがないような話し方をされてたので、 ま、逆にがっかりされたり大丈夫かと思われた方もいると思いますが、あれは,はそういう、あえてそういう話し方をしたんだというふうに思います。え日本は今、えー、世界から見てですね、えー、非常に不思議な国。えー、なんで、えー、結構ですね、初期の頃、ダイヤモンドプリンセスの頃から考えて、えー、一番ですね、中国の次に感染爆発してもおかしくなかったのにしなかった。これはですね、多分後でいろいろ検証されるんでしょうけど、 僕は世界を回って感じるのは、日本人の締結好き、えー、すぐ手を洗うとか、まあ、神社とかでも小さい頃から鳴らされてますよね。なのでそういう神社のそういう伝統とかもあ、えー、って、そしてお風呂に入ったらシャワーに浴びるってことも、まあ、それも一つあるし、ハグをしたりキスをしたりしない。 えー、ヨーロッパの人と挨拶すると、いつも困るのは、えー、男性同士とかでも、えー、ハグした後に、えー、握手してハグして、ん、んってやるんですよね。あれがすごく僕はちょっとタイミングが合わなくて、えー、ヨーロッパの人と会うときいつもなんか、えー、くすぐったい気持ちになるんですけども、あれをやってたらそれは感染が広がるのは違いないわけで、まあ、日本人のですね、そんなにベタベタしない、恋人同士とか家族でも、そんなにベタベタしないっていう文化も、え、プラスに働いて、日本の方はですね、 えー、多分世界よりも一月、えー、余裕があったんですよね。でもせっかくのリードを今、えー、急激に失っているという感じがしています。えー、今日はですね、えー、一つだけお願いです。あんまりダラダラ話すつもりはありません。えー、短くお願いします。もし、えー、まあ、そしてまだ、え、それは可能性としては僕は95%以上だと思っているんですけども、えー、もし、え、東京をはじめとする、え、大きな都市がロックダウンされたとしても、えー、一つだけお願いあります。 えー、急いでスーパーには行かないでください。え、スーパーの列が皆さんの、え、最大のリスクになるということを今日はお話したいと思います。え、2月の末からですね、え、どうも非常に、え、世界的に、え、これがですね、広がるんじゃないかと思った時から、え、僕は、え、スパニッシュフルー、え、なんでしたスペイン風邪とか、 えー、あるいは1930年代何が起きたのかってことを、えー、慌てて Amazon で注文して、えー、じっくりですね、研究することにしました。そして、えー、同時にですね、まあ、イタリアとかいろんな国で、えー、先にアウトブレイクしたので、それがすごく参考になったんですが、えー、多くの人たちが感染してる場所、え、これは電車とかそういうとこじゃなさそうなんですよね。え、もしマイン電車で、えー、大感染が起きたとしたら、え、今頃、日本はニューヨークみたいになってるはずです。 まあそれはですね、非常にラッキーだったわけですが、えー、武漢とか、イタリアとか、いろんなところを見てると、ロックダウンが始まってからの方が、実は感染爆発が起きてるんですね、えー。普通考えれば、そのロックダウンすれば、えー、人と人との接触がないわけですから、えー、そういう感染爆発っていうのは考えられないんですけど、なぜか、えー、一つしか考えられないですよね。ロックダウンが起きた時に、ほとんどの人たちがパニックになって、スーパーに行ってるんです。なので、 個人的にこれはあくまでも僕の予想なので、それが正しいかどうかは多分だいぶ後から検証されるんでしょうが、多くの方たちが感染している箇所は僕は2つあると思っていて、そのホットスポットは1つは病院。 えー、自分が感染してるかどうか気になってきたとか、ちょっと風邪だとか、まあ花粉症、僕も先週ちょっと花粉症っぽくて、咳が出たりとか、鼻水が出たりとかして、皆さんにご心配かけましたけど、えー、そういう症状が出た時に僕も、あれひょっとしたら感染したのかなと心配したぐらい一晩で治ったから大したことなかったと思うんですけども、まあそういうですね、ちょっと心配な方がクリニックに押し寄せて、そしてそこで感染してるっていうのが、えー、あると思います。まあそういう意味で、 日本では感染するかどうかの検査をあまり行わない。これは非常に賢明な選択だったんじゃないかなというふうに思います。その意図がオリンピックをやるためだったとしてもですね、たくさん検査をしなかったというのは感染するリスクを病院に行かなかったことですから、大幅に減らしたんじゃないかなというふうに思います。もう一つの感染の可能性。これはですね、スーパーです。これは皆さんちょっと想像したらわかると思いますが、 えー、イタリアでもマレーシアでもいろんなところで、えー、多分スーパーの、えー、空になった棚っていうのがあったと思いますけど、皆さんその時に順序だって、えー、順序、順番で取ってると思いますえー、多分想像するに、えー、我先にとですね、えー、もう手を伸ばして、そしてわーってなりながら、えー、よくこう、あのスーパーだけじゃなくて、よく初市とかでありますよね。あの時ってわーってなるじゃないですか。その時に隣の人となんかもう汗が飛び出るかも、飛び散るかもしれないし、 ああいう環境はですね、感染に最も近いというふうに思います。まあそういうことを2月の末から考えて、僕は1週間ずっと考えて、そして作家としてせっかく今までうまくやってきたのに、ここで自治的なことを話したり、炎上したり、あるいは変に誤解されたりするリスクはあって、僕にとってはリスク以外の何物でもなくて、あんまり得することはないんですけども、まあそれでもですね、もし作家として、あるいは僕はいろんなメンターに、 え、直感のことも教えてもらいました。ものすごく、え、日本や世界を代表するような霊能者とか、直感能力者の人たちにいろんなことを教わった。まあそういうふうなことから未来を予知したり、え、直感的に感じたりする能力っていうのは普通の人にもあるんじゃないかと思うんですが、まあそういうふうないろんなものが見えている人間として言わなくちゃいけないことがある。けれども、どういう順番で言えば人が理解するんだろうっていうのに、ものすごく時間をかけました。え、そして、え、最終的にですね、僕は得た結論は、 僕はドクターじゃないので、えー、医学的なことを言りませんし、えー、感染を減らすとか、ウイルスについては何も言うことはできません。えー、けれども僕ができる、素人ができる、そして一人の人間ができる最大の貢献は、パニックになった時のスーパーの列を減らすことで、なくすことはできないと思います。えー、10人でも20人でも、できれば、えー、よく言えば30人とか、えー、それぞれのスーパーから減らすことによって、感染する方を減らせるんじゃないかと。 いうふうに3月の頭に思いついて、えー、めちゃくちゃワクワクしました。僕ができることもあるんだと思って、そしてですね、どの順番でどういうふうに情報を出せば僕はまず信頼できる、されるんだろうか。ということで、やや大げさなところからスタートしましたけども、当時誰も考えてなかったような、えー、世界の金融、まあ、株がもう含めてですね、崩壊し始める。そして、ここから大変なことがあると、いや、ちょっと怖い動画を出してしまって申し訳なかったんですが、まあ、あれぐらいインパクトがないとですね、 え、人は聞いてくれない。そして僕がある程度直感で物事を予測して、そしてある程度それが当たっていく。まあ、それによって初めて僕の言うことを聞いてくれるんじゃないかと。え、いうふうにある意味捨て身の姿勢でですね、こういったことをやったわけです。なので、まあ一連の動画がですね、ロックダウンしたら一回下げるかもしれませんが、え、とにかく、え、ロックダウン、あるいはパニックが起きるまでに、え、数万人、できれば10万人ぐらいの人たちの備蓄を スーパーの配送システムとか、そう流通システムの負担をかけずに、一月ぐらいかければできるんじゃないかという僕の大胆な仮想、えー、まあ予想に基づいて一連の動画を発表したわけです。なので、これで煽ろうとか、そういう意図が全く僕の中にはないんですが、まあ、もしあったとしたら、その間に備蓄しておいてくださいっていう意味では、 多少感情的に皆さんにプレッシャーを与えたかもしれません。それはですね、ちょっと申し訳なく思ってますが、えー、けれども今、えー、たくさんの方がメールをいただいてて、備蓄してよかったとか、そういったことを言っていただいて、本当にいろんな意味でよかったなというふうに思います。これをご覧になっている方は備蓄されたんじゃないかと思いますけれども、もしよかったら、えー、自分は備蓄できたよとか、備蓄完了とか、えー、うまくいったとかよかったら、これ書いといてください。これ後で僕ちゃんと読ませていただきます。 えー、そして、えー、あそうだなせ、せっかくですから、えー、皆さんの周りに何人ぐらい備蓄できたのか、よかったら教えてもらえませんかひょっとして一人でもいいですし、えー、弟と妹と母親に連絡したとか、そうすると三人とか、えー、僕としてざっくり、僕はこうやって繋がっている方たちで何人ぐらいの人たちが、 え、備蓄が、え、うまくいったのかなっていうのをちょっと知りたいと、個人的に思いました。そして、え、個人的にはですね、僕はよくそんなことをちゃんと思いついて、え、か、人がですね、パニックになる前にそれをどういう順番でやればいいのか、僕は大きな紙に書いて、そしてそれが、え、心理的にどういうふうに反応するのかってことも含めて計算して、え、そしてあの順番で、え、動画を出したわけなんですけども、え、それがうまくいって、え、自分をある意味褒めてあげたいなというふうに思います。 ますが、えー、けれども、なんかのいろんな動画を見ると、作家が、えー、ある、なんか、ど、ど、誰かの作家が、えー、なんか、買いだめをしろというふうに推奨してるらしい。いや、僕そんなこと言ってないんだけどな、というふうに思うんですけど、えー、情報ってそういうふうになるもんなんですよね。まあ、ただ自分が自分を褒めてあげればいいなと思って、今、よしよしって自分のことを褒めてあげるというと,とこなんですけども、まあ、それを置いときまして、 えけれども、まあ、大体ですね、この動画は250万人ぐらいの人たちがご覧になってるんですかね。なので、えー、そのうちの、例えば20%ぐらいの人たちがご覧になったとしても、40万人、50万人の人たちが、えー、実際に多分、あ、ちょっと備蓄しとこうかなっていうふうに思われたでしょうし、えー、その人たちがスーパーに行った時には1品2品余分に、えー、買い物されたんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では2万件スーパーがあることを考えれば、 今、大体30人とか100人とか出てるらしいんですけども、えー、本当のパニックに起きた時には、えー、この動画の一年のシリーズを出すことによって、えー、多分、一つのスーパーあたりに30人の列を減らさたんじゃないかなというふうに思います。えー、そうは言ったものですね、えー、今日は皆さんには逆のお願いです。えー、これをご覧になっている方はもうほぼ備蓄を完了されていると思うんですが、えー、ぜひ皆さんにお願いしたいのは、今備蓄してなさそうな人に、今並んではいけないと。 今、スーパーに行ってはいけないということをぜひ教えてほしいんです、えー。今日の僕のテーマは、もしロックダウンが起きた時に、3日間はスーパーに行ってはいけないということを、えー、皆さんにぜひ拡散していただきたいと思うんです。えー、なぜかと言いますと、えー、さっき言ったみたいに、えー、多くの人たちがロックダウンの前にスーパーに駆きつけて、それでうわーっと奪い合ったり、えー、列もですね、まだ その後、えー、やれるように、えー、ある程度の距離を保ついうことができません。なので、え、アメリカとかヨーロッパとか、まあ、中国にもそうですけど、ソーシャルディスタンシングって言って、両手を離して、そして触れないぐらいの距離を、えー、作らなくちゃいけないというのが、えー、プロトコル、えっ、ー、と、スタンダードになってるんですね。ということは、えー、スーパーとかでも、本当は1.8メートルずつ並んで、棚に、えー、パスタに手を伸ばさなくちゃいけないんですけど、 今パニックっている人にとってはもうそんの1.8メートル並んでるところじゃない。スーパーの入り口までは多分整理券とかで並んでると思うんです。けれどもスーパーの一旦中に入ったら無政府状態になっていると僕は想像します。そしてレジの方もですね、僕はいくつかニュースを見てチェックしたんですけども、まだ 使い捨て手袋っていうのを使ってないんです。これはもう、す、え、べ、ー、てのロックダウンされてるところでちゃんとしたところだったってやってます、えー。なので、使い捨て手袋をスーパーのレジの人がやってないとどういうことなのか想像してみてください、えー。今100人とか2時間待ちとかっていう列で1人でも陽性の人がいたとしたら、ほぼ間違いなく僕はいると思います。今日本は感染者数は表情少ないだけで、えー、多分ドイツ並みですから数万人はいるんじゃないかと思います。えー、ひょっとしたらもう10万人ぐらいいるかもしれません。 え、けれども多くの人たちは軽症者なので、え、日本のひょっとした罹患率は、えー、いろんな、まあ、ことによって、ちょっとひょっとしたら低いのかなと想像しますが、少なくとも1000人ってことはないと思います。え、ということはもし、皆さんのリスクっていうことを考えたときに100人、え、列が並んでたとしたら、そのうち1人でも、皆さんの列の前の人たちが、え、ポジティブ陽性だったとして、その人がお金を渡します。そうすると、レジの人がそれを受け取って、え、お釣りを渡します。 えー、そのですね、ウイルスがついたお金をもらう。あるいはクレジットカードを返すもらうときに、そのウイルスがついた手でもらう。えー、僕は今、えー、ずっとですね、レジに行くときも必ず、えー、お金を渡す、渡してもらった後には消毒して、まちょっとできるだけ目立たないようにしますけど、消毒して、えー、やるってことをしてますけど、そこまで神経質な人は少ないんじゃないかと思います。えー、なので、これからは本当はスーパーに行くときも、使い捨て手袋をぜひ買ってください。えー、これは皆さんと、皆さんの家族を守るためです。 今さっき、えー、僕は、えー、Amazon で見ましたけど、まだいっぱい売ってます、えー。これはオンラインセミナーでも話したと思うんですけども、サランラップとか、えー、使い捨ての手袋というのは必需、えー、品です。ロックナンにとって必需品だと思います。なので、えー、使い捨て手袋で、えー、やり取りするというのは、スーパーのレジの方には特にお願いしたいと思います、えー。スーパーのオーナーの方たちはぜひ、スーパーのレジの方全員に、えー、マスクの代わりに、 えー、三倍剤みたいな形で、えー、こう、ウイルスが防げるような、えー、もう、サランラップでもいいんですよ。極端なことを言えば。えー、それをですね、帽子にサランラップを巻いて、そして手袋は、えー、使い捨て手袋をつけていただけたらと、えー、本当に思います。え、そういった意味で皆さんがですね、え、ロックダウンされた時に絶対行ってはいけない場所が、え、スーパーだと思います。え、かといってですね、一生行かなくていいわけじゃなくて、多分3日から1週間もすれば、 え、ソーシャルディスタンシングって言って、え、整理券を配るときも1メートル、2メートル離れてっていうことが、え、世界的に行われているように、日本でも常識になると思います。そうなってから、え、スーパーに行っていいんじゃないでしょうか。え、懸命なる皆さん、え、僕の動画をご覧になった皆さんは、もう備蓄完了だと思いますけど、え、まだですね、え、備蓄してない方は、え、慌てて、え、並んでるはずなんです。で、今、え、小池都知事が、え、発表したこと、大したこと発表されてなかったと思うんですが、 そういう意味ではですね、そういう状態、ああいうような情報でもあんだけプチパニックを引き起こすわけですから、安倍首相がいよいよですね、非常事態宣言を出す時には、ここからですね、大変なパニックになるというふうに思います。なので、スーパーに3日は、3日は近づかないでください。少なくとも全員がソーシャルディスタンシングをやる、整理券を配る人もちゃんと マスクなんかあんまり僕は意味がないと思いますけど、プラスチックのサンバーズはこれもアマゾンで売ってました。なので、これをご覧になっている数千人の下で売り切れちゃうかもしれませんけども、少なくともそれは僕は買っていただく方がいいというふうに思います。まあ、そういう意味でですね、ここからそういったことが起きるというふうに思いますが、えー、僕はもっともっと本当に話したいんですけど、情報がですね、なかなかうまく伝わらないってことにすごく歯がゆさを感じてます。なぜかというと、 え僕は、たった一週間で全く正反対のこと言ってるんですよね。えー、ロックダウンが起きるまでは、まず皆さん備蓄に行ってくださいってことを話をしてました。なので、1回目の動画とか、前回の動画を見た人は、ホンダ健さんの備蓄に行けって言ってる。えー、けれども、状況は変わったんです。えー、スーパーがパニックってる状態でスーパーには行ってはいけないんです。 けれども、前回の動画を見ただけの人っていうのは、本田健さんが、えー、スーパーに行けって言ってるから、今はもうあの列でも並ばなくちゃ、決勝の確保でっていうふうになってしまうんです。なので、えー、僕の出す情報に関しては、ちゃんと前後のコンテクスト、文脈を、えー、ちゃんと理解した上で、えー、行動していただきたいんです。えー、今、えー、個人的に何千件というメールをいただいてまして、えー、残念ながら今僕は、これから未来でどういうことが起きるのか、そして僕が何ができるのかということに関してフォーカスしたいので、 え、個人的な相談、そして問い合わせは一切、え、Facebook とかそういううなものでいただいても読まないようにしてますので、今までの僕の既存のメールアドレスをご存知の方にはお答えしてますが、けれども個別のお問い合わせっていうのは申し訳ありませんけれども、一切目を通してませんので、返信がなかったからって、今まで返信があったかもしれませんが、これからですね、よほど個人的なつながりがある方以外は、 メールの返信ができませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。なぜ、この情報を出すのにためらっているかと言いますと、その前後の文脈ですよね。それを分かっていただかなくて、例えば、金融崩壊とか、これから世界大恐慌がどういう形で来るのかってことを説明したいんですけど、3時間ちゃんと落ち着いて、僕の話を聞いてくれなければ、預金封鎖とか、そういう怖いキーワードだけ取って、 えー、Facebook のなんかを作ったり、あるいは YouTube を作ったりする方たちがいるので、それはですね、ちゃんと何時間か体系だけで聞いていただきたいと思いますし、この場合はスーパーに行ってもいいけど、この場合はダメだっていうことがあるように、えー、金もどのタイミングで買うのか、そして銀も芝もあるいろんなものもどのタイミングで買うのかってことが分かってないと、それだけ買ってもうまくいかないっていうことをぜひ理解してください。えー、今一番多いのが金融封鎖はあるんですかとか預金、 え、どうしたらいいんですかとか、え、金買ったらいいんですか銀買ったらいいんですかどっちがいいんですかっていう人は僕は愛を込めて、金さん、銀さんって呼んでるんですけど、え、何を買ったらいいか、doing じゃないんです。まず自分が何を感じるのか、そして、なんでこんなに恐れを感じるのかっていうことを冷静に判断して、そして、え、恐れからじゃなくて、ちゃんと自分の中心を見つけて、人に大切なことを聞くのではなくて、自分がどうするべきのいいのかっていうことを、まず立ち返って、え、いただきたいと思います。え、そうしないとですね、 中途半端なアドバイザーの人たちに身ぐるみ剥がれたり、FP とか、そういった人たちにですね、アドバイスが不適不適正なためにですね、お金をこれから大きく失う可能性が出てきています。なので、それをぜひ、ぜひ気をつけていただきたいと思います。これからですね、残念ながら皆さんの資産っていうのは皆さんの IQ、EQ に応じてしか残らないと思います。これから1年で え、お金を相当失う方たちが、え、増えてくるだろうなと思って、え、それはですね、僕は今、一番心を痛めているところです。そういった意味でですね、え、情報を出すタイミングも、え、が一番僕は悩ましいというふうに思っているので、今は三つに分けようというふうに思っています。え、多くの方たちに参考になる、例えばスーパーに行った方が行った方が良くない。これはですね、 ま、ちゃんと聞いていただくっていうことは前提ですけれども、え、これは一般の方にも理解できるんじゃないかと思います。え、ただ世界経済がどうの、え、金融崩壊がどういうパターンで起きるのかっていうのは、よほどメンタルが強かったり、あるいはある程度の経済知識がないから聞いても、え、ただ単に怖くなる、え、ことだと思います。なので、メンタルが強い方、あるいはある程度そういった情報を向き合いたいって方は、え、非公開のところで話したいと思います。 そしてもっと5年先、10年先、そういったビジョンまで見たいって方はもっと深く、えー、僕は本当の本音で今、今世界で何が起きてるのか、そして何が隠されてるのか、えー、そういったことをどっかのタイミングではお話したいというふうに思います。えー、今日皆さんにとって一番大事なことだけお伝えしておきますと、えー、ここからですね、皆さんがパニックってスーパーに行かないこと、これは皆さんがロックダウンされた後に、 え、スーパーで、罹患した人が減るっていう、少なくなるという意味で、カーブを後ろにやることができます。これは非常に大切です。今、ニューヨークとかイタリアとかスペインで起きていることは、一気に感染者が増えてしまって、重篤者が増えてしまって、ICU ってもともと普通の病院でも20とか3じゃないんですよね。そして人工呼吸器も足りません。なので皆さんがもし病院に行ったとしても、点滴もされず、人工呼吸器もされず、 そして一番最悪なのは、家族にも見取られず、死んでいくっていう未来です。そして、えー、こういうとちょっと怖い、聞こえるかもしれませんけど、想像してみてください。もしスーパーでッロックダウンされた後に、えー、家でですね、具合が悪くなって、多分10日後ぐらいだと思いますけど、そして、あ、なんだ、具合悪いの他、あんまりどこも行ってないあ、スーパーだ。あの時スーパーに行かなかったらよかった。いうふうに思って、そして一人ですね、えー、たくさんの人たちが埋めいているように。 レッドのところで、えー、公開しななくちゃいけないけこれはぜひ避けていただきたいというふうに思います、そのためにはパニックになるいことです、スーパーの列に並ばないこと、そしてスーパーの列を作らないこと、これをお願いしたいと思います、これはあくまでも、えー、普通のスーパー、東京以外は比較的まだ落ち着いていると思いますので、えー、その、えー、東京以外にお住まいの方はぜひ、えー、節度のある備蓄を、えー、続けてください。いいずれ皆さんのとところにもパニックをやってくると思います まあそういった意味でですね、ぜひその列になんでいただきたくない。それがですね、僕のロックダウンまでの最後のお願いです。そして、今日ですね、もう一つ皆さんが興味を持ってらっしゃるんじゃないかと思って、僕がある程度予想できて、そこまで皆さんにとっても負担にならない予想は、東京のロックダウン、そして大都市のロックダウンがいつあるかってことですけど、もしですね、これは条件です。こうなったらこうなるってことだけで言いたいと思います。 え、けれども、えー、今日、そして明日、あさって、え、感染者数が、え、200人、そして300人っていうふうになったら、その時点で、え、非常事態宣言が出て、何らかのロックダウンが起きる。え、これは僕は早くて来週、えー今、まあ、週明けですよね、え、の、えー、どっかのチーで出る。遅くても来週には出るんじゃないかと思います。え、そして欧米とか、他の国のですね、ロックダウンと違って、え、日本は法律もちょっと一部改正しなくちゃいけないようですので、僕は想像するに、 日本はですね、損、え、卓、ー、ロックダウンだと思います。えー、今までの政治のあり方とか見てても、日本人が一番得意なのは忖度です。日本人が苦手なのはこういう危機器のリーダーシップですけど、日本人が一番得意なのは忖度なんです。なので、法律では電車を止められない。法律ではスーパーとか百貨店は閉められませんが、今の自粛の空気を見てると、えー、忖度で JR とか、えー、飛行機とか、そういったものが 止まる。自主的に止まるという、日本はですね、えー、多分世界で考えられないような不思議なリーダーシップを見せていくと思います。えー、僕は日本にイライラすることありますけど、絶望はしてません。なぜなら、えー、日本の一般的な皆さんはものすごく賢いからなんですね、えー。全体で見た時の集合値っていうのは、僕は世界で誇れるものがあるというふうに思っています。トップのリーダーシップが取れない。これはですね、文化的な大きな問題ですが、 全体的にはひょっとしたら日本は今回の一連の物事を一番上手に収めて、そして一番上手に新しい時代に最初に入っていける国じゃないかなと思って、その可能性に対しては僕は非常にワクワクしています。なので、来週以降ですね、のタイミングでロックダウン、最初はプチロックダウンみたいな形になるんじゃないかなと思います。非常事態宣言を出したもののよく具体的にはわからないけど、なんとなくみんなが一斉に自粛して、 えー、一個一人いなくなるに近いような形になる。それからですね、いよいよ法律が整った、本格的なロックダウンに入るんじゃないかというふうに思いますので、いずれにしても、皆さん、いろんな準備を始めていただきたいと思います。かといって、まだ、スーパーとかに行った人は明日行かないでください。えー、一週間ぐらい食べ物がなくても知りません。なので、スーパーに慌てて行かないでください。今回はですね、物流が問題ではないので、ちゃんとタイミングで、 え、物は入っていく、というふうに思います。え、少なくとも一つの、えー、サインというか、えー、兆候は、人が、え、1.8メートルこうやって、えー、ある程度の距離を保って、そして、節度のある買い方、そして、え、順番、順番を持ってやる、そして、え、店内に入れる人数ですね。これは30人とか、制限が始まったら、行っても大丈夫だと思います。えー、とにかく、え、今、すぐ、え、スーパーの列に並ばない、え、これがですね、 僕のお願いです。今日、僕だけだと聞いてくれないかなと思って、二人、援軍をしてました。ランランとメイメイです。二人からもよろしくね。ロックダウンが起きてもスーパーの列には並ばないでくださいね。お願いしますよ。そして、数日経って落ち着いたらみんなで仲良く並んでください。そして、彼べきロックダウンに備えて、そしてですね、 来るべき時代これに皆さんで備えましょうここからですね大変な時代になると僕は個人的に思ってますけれどもその先いつぐらい先っていうのはまだちょっと読めませんけどもその先にはきっと世界が調和で満ちるようなそういうタイミングが来ると確信してますしそういったことをですね僕はそのリーダーの一人になりたいと思って今英語でもいろんな発信の準備をしているところですこの世界経済がガタガタになった後 新しい仕を、えー、新しい人たちが作らなくちゃいけないんです。それは、奪い合うの資本主義じゃなくて、若合いの資本主義のはずです。これはどういう形になったらいいのか。この大きな枠組みを、これから僕は山にこもって、えー、1930年代のいろんな文献に当たりながら、新しくですね、時代を作る、そういうふうな構想を練りたいと思っています。明日はオンラインサロンの皆さんと、新しい資本主義をどうやって作るのか。そして同時に、ちゃんと月末の支払いも、ちゃんとクリアにしながら、 4月末、どういうふうに過ごすのか、皆さんと一緒に考えたいと思います。ここでもう僕はあまりできることはありませんので、一旦、また山の静かな生活に本当にこれから戻ろうと思ってますが、ロックダウンが起きたとしても慌てないでください。これは私たちにとってすごく役に立つことであって、それはですね、マイナスのことじゃありませんので、ぜひ安心して、 ま、仕方ないですよね。ま、世界の今20億人から30億人がロックダウン生活を送っているので、ぜひ日本もですね、そのメンバーの一員となって、ここから新しい店を作るぐらいの気持ちで行きたいというふうに思います。というわけで、皆さんぜひスーパーの列には並ばないでください。そしてスーパーの方くれぐれも使い捨ての手袋を、もし会社が支給してくれなかったら、今だった,らただ多分棚に残っていると思うので、あるいは Amazon とかそういう楽天とか、 そういうところで買って自営してください。マスクよりも僕はそちらの方が大事なのではないかなと個人的には思っています。というわけで、ちょっと予定よりも長く話してしまいましたが、とにかくスーパーの列にはすぐには並ばないということを気をつけてください。今後日本、世界がどうなるのか、来週どっかのタイミングでオンラインのスーパーをやろうと思っています。皆さん、これから大変な時代になりますけれども、必ず道は開けると思います。 それも体系的な形で、ある程度の混乱と恐れが落ち着いた段階で、こういう形でシェアしたいと思います。とにかく今は健康に気をつけて、免疫を上げて、ちゃんと食べて、毎日の生活を大事にしてください。というわけで、今日はこれで終わりますが、また皆さんお会いしたいと思います。では森の中から、さよなら。この二人も、さよなら。これで終わります。